いやー、9月19日、本当に残念な結果に終わってしまいまして、誠に申し訳ありませんでした。ですね、まあ、主催者発表で、20人の方がね、参加を表明してくれていたんですが、今回は実を結ばず、実行されずということでですね、はい、また今からいい季節ですんでね、しっかりとこういうイベントを企画してですね、皆さんと一緒に陸上界、駅伝界を盛り上げていきたいなと思っております。いや、本当今週末っていうのは本当今から大会ラッシュですよね。もうこんだけ詰め、この週末にぶち込んでくるのかって本当ね、びっくりしてるんですけれども、もう9月22日には、地元広島でね、全日本大学駅伝の中国四国予選、そして合わせて全日本大学女子駅伝の中国四国予選、これが一緒に行われると。で、その後にはね、全日本実業団、そして日体大記録会、そしてね、白河駅伝プラス、この前の動画を作りました、全日本女子駅伝の、大学女子駅伝の、関東予選と。いや、ほんとね、これ、駅伝ファンにとってはね、もう忙しい週末になってくるんじゃないかなという予感がしてならないんですけれども。で、全日本実業団ではね、やっぱり、いや、本当盛り上がると思うんですよ。なんか、KAT−TUN の上田君率いるジャニーズ陸上部が、エキシビションマッチかどうか知らないんですけど、参加するということで、ちょっと話題にもなってますよね。はい。まあ、賛否両論あると思うんですよ。そんなね、真面目な全日本実業団、ね、の中に、お遊び気分って、多分あれ、失礼ですけれども、ジャニーズが入ってきてとかっていうね、っていう意見もあれば、やっぱり陸上界がやっぱテレビに取り上げられるってことで盛り上がるんで、こういうことはどんどんしていきたいと。ね、いう方もいらっしゃると思うんですよね。まあ、僕はどちらかといえば後者の方ですよね。やっぱりメディアを利用して陸上界、本当ね、やっぱりそういったことがないとなかなか全日本実業団って注目されないじゃないですか、今まではね。やはりそういうことを、まあ、原監督も今までね、どん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 メディアに出てそういうことやってますんで、やっぱそういう規律を作っていかなきゃいけない。ね。はい。なんかそういうことするのが邪道みたいな空気があるんですけれども、やっぱ利用できるものはどんどん利用してですね、やっぱ陸上界、そうしないとやっぱ盛り上がってこないんで、はい、この辺ね、しっかりと、はい、ジャニーズの力を借りて、頑張ってもらいたいなと思っております。で、やっぱり競技の方はですね、はい、やっぱ 3000m 障害、注目しちゃいましょう。やはりね、もうリオデジャネイロオリンピックで塩尻選手が代表でね、世界の舞台を経験しました。しかし、日本チャンピオンは俺だと。はい、連れてく選手も黙っていないと思うんですよね。こちらのね、3000m 障害も本当注目していきたいなと思っております。で、広島のね、呉市の方から、越智健一郎選手もエントリーということで、はい、こちらの選手にもね、雑草魂でしっかりと頑張ってもらいたいなと思っております。で、やっぱ一番注目は1万メートルっすよね。はい、いや、もうね、九州電工ポール・タヌイ選手、記憶にも新しいリオデジャネイロオリンピック1万メートル銀メダリスト、ね、モハメド・ファラー選手と、もうタメ張ったと言っても過言ではない選手がしっかりと日本にいるということが素晴らしい。ね、貴重ですよね。そして、ホクロン・ディスタンスでね、27分台突入した浅岡選手に石田選手もしっかりエントリーしてますので、こちらの1万メートルもしっかり、ね、もう世界陸上へのステップと思ってね、しっかりと頑張ってもらいたいなと思っております。大会ラッシュの週末、皆さん、大いに盛り上がりましょう！選手の皆さん、頑張ってください！ザボチャンネルでした。